はい、どうも、気のスペシャリスト吉村隆二です。はい、今日は第5回目の動画ですね。で、後ろの落書きは前回と変わりなしで、今ですね、ちょっといつもと違うのは、外がまだ若干明るい時間帯に撮影してます。なので、ちょっとこの後ろのホワイトボードにね、なんか玄関の外から入ってくる光がちょっと反射してますけど、はい。で、まあ、それは大したことないんですけど、まあ、まだね、時間が早いんで、多分、車が通ったりとかね、あと、近所の子供がなんか大声で喋りながら歩いたりすると、そういった、こう、音が、を拾っちゃうかもしれないですけど、まあ、その辺はご愛嬌ということでやっていきたいと思います。はい。でですね、今日お話ししたいことはですね、まあ、引き続き僕のお仕事に関することの説明を今日もさせていただこうと思うんですけど、まあ、僕は、気候を使って、まあ、いわゆるメンタルとか心の状態を整えるっていうことをお仕事としてやっています。はい。なので、まあ、なんかよく心理学とか、自己啓発なんかの分野でね、言われるメンタルブロックとかって言われているようなものを、まあ、取り除くみたいなことを、ざっくり言うとやってるわけなんですけど、はい。で、このメンタルブロックって一体、まあ、何なのかみたいな話ですよね。まあ、それはつまりその潜在意識の中に何かがあって、で、こう、例えば自分が行動を起こしたいと思った時に、それに対してこうね、ブレーキをかけてしまったりとかですね、こうした方がいいって頭では分かってるんだけど、なぜかそれが、気持ちがなんかそっちに向かないとか、なんかやる気が起きなくなっちゃうみたいなことが起きることが、まあ、メンタルブロックっていうことですよね。で、まあ、それが前回の動画でお話しした、まあ、潜在意識の中にあるこうね、何かこう処理を行っているものですよね。入ってきた情報に対して処理を行うことで、そのなんかアウトプットが変わってしまうっていう、まあ、そういったものが、まあ、あるわけですね。で、そういったもので、まあ、その人のやりたいことを邪魔するとか、そのね、こう理想的な状態じゃなくするみたいなことをしているものを、まあ、総称して、ね、なんかブロックって呼んでたりするわけですね。で、まあ、これが、なんか、まあ、例えばどんなものことによって、ブロックっていうのがこう形成されるのかっていう話なんですけど、まあ、それはなんか、まあ、言ってみたら一種のなんか思い込みみたいなものでもあるんで、小さい頃からなんか親にすごい繰り返し言われてきて、いや、刷り込まれちゃったとか、メディアから入ってくる情報がどんどん刷り込まれて、それがこう、いつの間にか知らないうちにその人にとってのなんかこう、なんだろうな、常識とか前提みたいなものとして、そこにこう、凝り固まった形に残ってしまったりするわけですよ。で、もちろんなんかこうね、トラウマって呼ばれるような、なんかこう何か大きなショッキングな出来事があって、それによって、特定のパターンが形成されてしまうという、これもあるんですけど、実は結構ね、大きなトラウマよりも、小さな、こう、トラウマですよね。まあ、あえて同じ言葉を使うとしたら、なんていうのかな、その時に起きたこと自体はすごい些細なことなんだけど、例えば幼少期にその経験をしたために、その本人にとってはすごいなんかそれが大事と捉えられてしまっていたりとかね。あとは、なんていうのかな、こう、例えば、お母さんが何気なく言った一言で、全然その悪気なく言ったことが、子供の頭では全然なんか違う意味でそれを捉えちゃって、自分はなんかダメなやつなんだ、みたいな、無意識の信念みたいなものがね、そこでできちゃったりとかっていうこともあるわけですよ。だから、結構なんていうかな、思い返してみると、なんか些細なことなんだけど、それがもう忘れちゃってるから、なんか潜在意識の中で、もう一人歩きしちゃってるがために、今の人生にすごいこう、大きな影響を及ぼしてる。しかも、ちっちゃいことだから、それがなんか、なんていうのかな、ちゃんと処理されないまま、たくさん積み上がっているみたいなことですよね。で、これがね、なんか言ってみたら、あれですよね。だから一個一個のことは小さいんだけど、
それがいっぱい集まることでなんか大きくなっちゃうみたいなことですよね。なんかね、カバンの中になんか紙くずが溜まっていくみたいな感じですよね。なんか一枚一枚のこう紙くずはこう小さいわけですよ。なんかのチラシだったりとか、ね、なんか割引券とか、まあそういう、なんでしょうね、レシートみたいなものとかね、一枚一枚はすごい軽いんですけど、なんかとりあえず、こうカバンの中にボンボン入れちゃって、で、なんかほったらかしにしとくと知らないうちにすごい溜まってたりするわけですよ。それが、なんかいっぱい溜まると、やっぱとんでもなく重くなってたりするんですね。なので、そういうものっていうのは、その、大きなことよりも、実はちっちゃなことの方が、非常にその、なんかこう、今の人生に大きな、こう、影響を及ぼしてるっていうことがあるんで、ね、なんかそういうこう、メンタルブロックとか、なんか、私そんなに、あると思わないし、とか、なんかトラウマとか別にないしって思ってるんだけど、なんかどうも、今の人生がうまくいってないなっていうふうに、思ってる方は、実はその大事じゃないんだけど、ちっちゃいことの積み重ね、なんかその時はちっちゃなボタンの掛け違いが、どんどんこう、続いていくうちに、なんかこう、大きなズレになっちゃってるみたいな、そんな感じですね。なので、まあ、それが、また、具体的にどんなものがあって、それをこう、じゃあどんなふうにこう、取り除いていくとどう変わっていくのかみたいなことは、また、別の動画でお話ししていけたらなと思います。はい。では、今日は、この辺で、おしまいにしたいと思います。はい。本日もご清聴ありがとうございました。